はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。今回から、新しいゲーム対抗立志伝 5DX ですね、始めていこうと思います。こちらは光栄テクモの戦国時代を体験できる歴史リコエーションゲーム、RPG とシミュレーションゲームの合体版ですね。こちらをやりたいと思います。ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いします。ツイッチアカウント、ライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。このアーカイブは2日後 YouTube にアップロードいたします。プレミア公開いたします。ツイッチのチャット欄に記載してます。その YouTube のチャンネル、ぜひ、チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。ディスライブ、アーカイブ、トゥーデイズアフターアープ、マイ YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントも持っております。ぜひ、こちらも、訪問の上、アカウントフォロー、リツイート、いいねお願いします。ツイッター X、アカウントウォッチ、マイアカウントフォロー&ツイート、リツイート&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきますか。マウスでやるか、コントローラーでやるか、非常に悩むところではありますが。これなんだ？なんか札みたいなのがありますね。なんだろうこれ。カードゲームみたいな感じかな。なんだこの。で、オプションを見て。まあ1560年から始まるような感じですね。誰にしよう。まあここ普通にオーソドックスに。いろいろいますが、秀吉で行ってみましょう。わからん。能力変更できんだ。デフォルトが、数値が413だから、ガチャですね。あ、なんか良さそう。希望と魅力がすごい高い。まあやっぱ秀吉魅力高いですからね。これで行きましょう。さあどうなる？お、木下様、信長がお呼びですぞということで、やっていきましょう。お、これが信長です。足軽、組頭。お、前田利家だ。どっちが年上だったっけ、史実では。秀吉とお前だって。前田利家は1538年か。じゃあ、
多分トシエの方が若いね。秀吉が多分34年だったか35年だったかと思うんで、そうなんですよね、農家生まれなんです。あれ、隣って前田利家の家じゃなかったっけ。前田って加賀だったよな。でも生まれは名古屋なんだよな。前田利家14歳の頃に、14歳って1553年頃ですね。52年か。この頃ってまだ家康、秀吉、はなんかいろいろ、そうですね、流浪してたんで、多分前田と比べたら秀吉が家康にの家来になるのって遅かったと思う。平均、男性の平均身長が157センチ程度の時代に、六尺なる、たこになる、恵まれた体格と、前田は。まあ、それはいいや。今、秀吉の話だからな。そう、吉本の配下になった時もあったな。吉本軍の。お、表情、存じませぬ。まあ、年上イケメンですよね、こういうふうに。だから、遠出、例えば、戦いして戻ってこれなかったら怒られちゃうか、裏切られる可能性はあるよな。あ、戦ってる場合は別なのかな。存じませぬ。技能を高めるとか、お金稼ぐとか。お、柴田勝家ですね。ささ、あ、ささなりまさですね。あ、もう結婚してたっけ？ねねって。高台院。いつだっけ？結婚したんは。若いんですよね。まだ。1549年？本当？結構若いじゃないですか、秀吉。性質ですね。1561年か。
結婚したのは。だからまだこの時点では結婚してない。佐野県、そう、あ、まだこの時点では結婚してないからな。高根の花、これね、母親に、ねえの母親に反対されたらしいからね。結婚を。いいな。一国一城の主。え、ネネはまだ奥さんになってないんだよな。まずどっから行ったらいいんだろう。あ、ダメなんだ。この時信長が27歳ですね。二つ三つ上ぐらいだっけ。やっぱりすごいね、能力を持ってますね。強い。死ぬ死ぬ死ぬ。いや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 、よかったよかった。自宅へ行ってみよう。え、なんで忍者がいるんだ？自宅の用途を説明しするように仰せつかっておりまする。まあ聞いてみよう。給与すると金庫。金庫？まあまあ、いわゆるあれですね、ドラクエの宿屋ですね。うんうんうん。取られることあるからな。今20か。一応出てみよう。連兵場っていうのがあるんだな。はい、聞きましょう。とこしと話すしかない。しかしどっちでコントローラープレイすればいいんだろう。ゲームの途中で変えられるのは いいんだけどな。
マウスで遊、キーボードマウスで遊んだ方がいいのかな。アクション系はどっちがいいんだろう。通常はマウスの方が楽。マウスを操作が大変すぎる。コントローラーの方がマシと、なんか諸説あるみたいですね。施し、話す、訓練度不足、スペックかな。今度これらなんだろう。か、あの各人物が表示されるわけですね。勢力、各大名の勢力、勢力図、大名系、これが織田が持ってるとこですね。今川でかいなで、今清洲城他なんだろう。これ忍者とか商人とかの勢力図かな。あと、相場ですね。これ結構相場が大事らしい。不明ってなってるんですが、いずれ出るでしょう。交易品相場、そう。交易品を結構、行き来させるっていう必要もあるらしいですね。あと、これ刀の流派ですか。あと、これですね。結構大事。だと思う。あとまだ言ってないのは、武家宅。どこ行こう。まあでも都心屋のとこ行くか。もちろん聞きます。贈り物、茶席、手当たり、武将の技。嫌です。茶席、そっか。じゃあ、まあ、例えば。札ってなんだ？あ、何回でも聞けるんですね。何倍トライの日を聞く。勝家は？それだけか。弓、足軽、ちゃんと
マウスでこう動かせるんですね。おお。避けられた。舞い込んだ。後ろを取りましたね、今。嘘。削った。ちょっとやばい。え、何？わ、体力がない。行きましょう。表情かな。機能。あ、手合わせしても仲良くなるんだ。うん、天下統一ですね。本当？本当かな？いやいや、その、この時期から天下統一は無理でしょう。まずは守備。これ。どうするかですね。意見をする、ギャンブルをしてもいいかな。こいつか。あ、でも本願寺言うこと聞かんかな。皆もの、おのいがなす。あ、終わりか。ん？何これ。競売却は無理なんで、修行ですね。お金稼がないといけないのかな。お、うんちくじいさんだ。町屋施設に並ぶことも可能か。とりあえず、まあ休みましょう。休めば。回復できるんで。あ、でもフルじゃない。いや、
出ましょう。どこに行くかな。連兵場に行ってみるか。え？いや、訓練したいんだが、どこで訓練できるんだ？一応セーブしときましょうか。武家宅城。好みって何？好み丸。森。なるほど。姉川の合戦の後か。誰？じゃあ手合わせ。いや、じゃあ舞ちゃん出ましょう。したいな。あかん。後ろ取られた。あ、これは最悪。あっさりすぎ。うん、ですよね。帰ろう。なんか訓練度が不足している。でも訓練度ってどうやって鍛えるんだ。勝てる相手がいいよな。勝てる相手。一応ことは武芸が低い人がいいよね。普通に。まだ11歳だって。武芸が低い人。
モーリー断られてるな。あとは技能か、技能指示っていうのをちょっと受けたいよな。お、なんか来た。初めて来た。足軽かな。はい。お、なんだこれ。バトル？柵設置。特技。とりあえず待機しとこうか。あれ？待機。動ける人間が限られてんな。いに？解除。ちょなんか山に行きたいがな。え、ああ。は？なんだろう、よく前面に出すぎてる。あかんか。
なるほど。なんかまとめてやられたが、ちょっと行き過ぎだな。前面に出過ぎてる。やば、似合えてるな。やばいな。ああ。
なんかすごい、なんかビームを打ってきた。あと動けるやつ誰だ。あ、連携攻撃だ。得意持ってんだ。いけ。おー、すごい。こんなことができるんだ。これと、モチベを上げようってわけか。4持てるんだ。出てるやつが少ないな。じゃあこっち引かせて、待機させて、こいつ行って、待機させて、こいつ特技で連携させよう。一気に減らすことができたな。まあいいでしょう。で、今特技は2しか使えない。士気を下げるってことか。まあでも普通に通常攻撃でいいや。やっぱり強いな相手。挑発。なるほど。鼓舞。なるほど。じゃあ剣士はいいや。連携。
一気に削った。もうちょっとだ。勝ちました。お、奮闘っていうのがありますね。後ろ、フィギュアないんだ。難しいよな。白行こう。ないです。人材調査。あ、まあ近いとこに行ってみるか。今清須の町に岡崎に行ってみるか。岡崎だったらそんなに遠くないし、見学してみよう。今勝手に動いてるね。自動で動いてチュートリアル見せてる感じですね。回り込むことが正解だって言ってる。気合を2つ。なるほど。なるほど。やばい時は逃げる。
で切られるんだけど強襲来てダメージ与える。鎖鎌、何このクナイかな、弓、弓は結構怖かったな。重量が重いからってことだろうな。うん、その四角が難しい。ああなるほど。酒場行ってみるか。誰？大久保さん。え、バト、いきなりバトルかよ。しかも体力ないんだが。え？こんなの絶対無理でしょ。ヒギはなんか使えんの？ヒギはまだ無理。気合が2か。まだか。防御切られました。嘘でしょ。修行42日、修行のそのさらなる技能を身につけろって書いてますね。なんとかなる。今清須の町なんで鳴海城にも行ってみようか。
毛は1か。とりあえずチャキ手に入れないとどうしようもないような感じだが。して小牧山城行ってみるか。まあ、小牧山城が名古屋城。結局行かないといけない。あれ、これ飛ばせないの？さてなんだ。交易品か。例えば陶磁器。だと1個しか買えないってことか。投資もできる。分からん。五代勇気ってどこだ？でもやっぱお金がないとどうしようもないな。防御。
まあ近づいてくるよな。防御。何それ。今だ。結構傷開いちゃったや。避けられた。一人倒した。だが倒された。お、なんかもらった。あと何日だっけ。微妙に動かない。嘘。戻ろう。ちなみにさらなる技能を身につける、さらなる技能を身につけるってなんだ。初回やり直すかな。表情前か。もちろん意見する。内政。待ってよ。
手名店人材調査、居場所を、押さえている移動画面で黄色の、クエスチョンを口の町、今でいうあの岐阜ですね。もう誰だ？斉藤利光じゃないか。じゃあ言うなっていう感じですね。京都市？あんまり聞いてない。強い斉藤利光、さすが。無茶でしょ。からやりましょう。430行くまでは待とう。あ、今430行った。428でも結構レベル高いんだよな。あ、430いった。
まあ、この辺は飛ばしましょう。まず最初何をやるかっていうのをちょっと見た方がいいな。とりあえず塩行こうと思ったが、出ましょう。まずは同じ大名家か同名、星2軒。とりあえず兵糧売却がいいんじゃないでしょうか。福祉金を1200貫稼ぐ。
米転がしをまずする必要があるってことか。あ、でもダメだ。攻撃で稼がないとダメだから。ひとまず、まあ単純に。まずは、近いとこから相場に行って、相場を買って、メモして、買って高く売るってことだろうな。
最高立志伝 5DX、やっていきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。Twitch アカウントのフォロー、 YouTube チャンネル登録お願いします。